はいどうも、マシロチャンネルです。先日誕生日を迎えまして、24歳になりました。で、ちょうど先週ぐらいから、埼玉、東京、千葉、大阪、兵庫、愛知と、撮影と展示会で1週間ぐらい群馬を出てたんですけど、そこでいろいろ撮影をしてまして、で、ちょうど自分の誕生日の日に試合を1試合だけやってきまして、で、その時の試合が、レフトが狭くてですね、80メートルぐらいしかなくて、あわよくば、レフトオーバーを打てばホームランっていう球場で、バースデーアーチを狙ってきたんですけど、惜しくも2打席連続、フェンチョクで終わるという、24歳のスタートを切りました。よーで、それが終わってから関西に飛んでっていう感じだったんですけど、関西である企画をやってきましたので、本日はそちらの動画をご覧ください。はい、というわけで今ボヌールっていうお店でですね、買ってきました。で、マカロン全種類1個ずつとシュークリーム8個とギフトセットみたいなやつを買ってきたんですけど、もうこれ KB スポーツ近いんで、これからちょっと持っていこうかなと思います。で、問題はちょっと小海店長が今日出張でいないって可能性もあるんで、もしいなかったらスタッフさんに渡して食べるっていう感じになりますね。その場合は置き手紙をしていこうかなと思います。もうあと3分ぐらいで着くんで、これから KB スポーツ行こうかなと思います。では行きましょう。はい、今 KB スポーツ着いたんで、今から行こうかなと思います。行きます。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。1万人おめでとうございます。あ、マジですか。おめでとうございます。え、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。はい、店長無事にいましたね。いえいえ。あの、出張でいないかもしれないと。いやいや、田口さんのところに行ったんじゃないですか。そう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 。あ、もう朝一で出てきました。あ、マジですか。あ、ありがとうございます。というわけでちょっと1万人達成記念のケーキ、まあ、お菓子みたいな感じで、あの、体調不良の後悔を救ってほしいです。はい、ということで、無事成功ということで、こちらが今回自分が買ってきたものなんですけど、ありがとうございます。いろいろ考えました。はい、とりあえず甘党ということで、はい、めっちゃ甘党っす。お店にあったマカロン全種類、あ、マジっすか。とあとシュークリームを8個おおと、なんかギフトセットみたいなやつを買ってきたんで、おお、マジっすか。ありがとうございます。もうこれで1万人お祝いということで、ありがとうございます。ありがとうございます。大井くんのおかげなんで、本当に、はい、本当に。じゃあちょっと、どんなの買ってきたのか、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、はい、すいません。本当は1万人だから1万円分って考えてたんですよ。そうするとちょっとデカすぎる。いいっすよね。おお、めっちゃうまそう。これは、はい、シュークリーム、これはやばいやつですね。これはめちゃめちゃうまそうだ。やってこれ。でも一緒ですね。一緒ですね。あ、これも一緒ですか。なるほど。あ、はい、これで8個ってことですね。8個ですね。はい、なるほど。これマカロン全種類。これえぐいっすよ。あったもんね。これはえぐい。これはえぐいな。やばいですね。行ったことありますか、このお店。このお店はあります、あります。ありますけど、はい、僕大好きなお店なんで。本当ですか。はい。あ、ツボをついてきますね、完全に。本当ですか。私はあの、ケーキ系でもいいと思ったんですけど。あ、はい、これ大好きなやつです、はい、こんな感じで、カステラですね、はい、めちゃめちゃうまそうですね。はい、やば。まあ、こんな感じで今、ちょうど2時ぐらい、2時半ぐらい。そうですね、はい。ちょうどおやつ休憩にいいかなと。はい、ありがとうございます。はい、もうこれで、まあ、一応1万人のお祝いプラス、今回は救いたいシリーズの体調不良を救おうということで。ありがとうございます。はい、救われます。こんな感じで、今回、サプライズ成功しましたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらこそ、ありがとうございます。で、今ちょうど宅配便で、はい、これ、ドットさんのとこから届いたものですね、はい、ちょっと手紙が入ってたんで、はい、手紙手紙読んでいいですか。はい、大丈夫です。チャンネル登録1万人おめでとうございます。私からのプレゼントです。はい、来週小海さんのところに最強の出来事が起きます。くれぐれも店にいるようにしてください。次回最強の客客人現る。また見てくれよな。ありがとうございます。はい、あ、ジームスサングラスですね。変更の1万人プレゼント、1万人用の、ちょっとつけてもらって。つけます。はい、了解です。どうですか。あ、でもいい感じですね。健康で、はい、やっぱ眩しくない感じの、はい、いい感じです。これがじゃあ、田口スポーツのお父さんからのプレゼント、はい、ちょうど今届きましたね。そうですね、本当にこれめっちゃタイミングです。ぴったり、ぴったりで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、KB スポーツの小海店長に登録者1万人記念のケーキをプレゼントしてきました。で、その後帰ってきて今撮影してる状態なんですけど、 KB スポーツでこのハイゴールドのムートンをですね、3つ入荷してましたんで、自分が1個だけ買ってきました。で、店長にサインをいただきまして、で、今自分が使ってるムートンが小さいやつだったんで、まあ、これを使うとこう手に入りまして、まあ、グローブをこう磨けるっていう、こういう感じで使えます。ちょっと値段はするんですけど、まあ、こういう感じで、はい、使えるので、
これ自分あんまり売ってるお店見たことなくて、まあ、KB スポーツに前あったんですけど1個しかなかったんで買おうかなと迷ってて、その時買わず昨日 KB スポーツ行って買ってきたっていう状況になりますね。これ結構あると便利で、まあ、でかいんで、とりあえずこう全体をすぐにこうムートンかけられるっていうんで、まあ、艶出しもできますし非常にいいんじゃないかなと思います。はいはい、こういう感じです。はい、というわけで本日は KB スポーツのサプライズということで1万人達成のプレゼントをしてきました。また今後いろんな店で撮影っていうのもあると思いますので、その時にはまた何か紹介してほしいメーカーもしくは野球道具ありましたら下のコメント欄にお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。よいしょ。そしてもうすぐ夏ということで我々の T シャツも販売しております。こちらの T シャツ1枚から購入できますので動画の概要欄からチェックしてみてください。そして6月のプレゼントはこちら、野球道具の詰め合わせのセットになります。こちらはバッティング手袋をはじめアームスリーブなど自分が若者目線で商品を選ばさせていただきました。こちらをチャンネル登録コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。エオルショー。